栄光はもう目の前まで来ている。タウラス杯決勝。このレース最も人気は出走の準備が整いました。今スタートが切られました。絶好の立ち上がりを見せたのは9番オグリキャップ、続いて7番オグリキャップ。さすがスタートに定評のある2人ですね。先行争いはアイリス風神、9番オグリキャップ、当選冗談。さあ花に立ったのはアイリス風神、このままリードすることができるか。第1コーナー回って第2コーナー、アイリス風神快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。先頭はアイリス風神、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は当選冗談、その後ろ7番オグリキャップ、さらに9番オグリキャップ、その後ゴールドシチー、そして打ち目をつきましては5番ゴールドシップ、1馬身差2番ゴールドシップ、少し後ろからグラスワンダー、2馬身3馬身開いてナイスネイチャー、意気揚々と先頭を行きます。アイリス風神どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません、一息つけるといいですが。向こう正面に入って先頭から進撃までおよそ9馬身、各馬娘1段となって団子状態の大混戦。お互いに牽制し合っているようですね。アイリス風神まだリードをキープしています。続きました同点冗談、1馬身離れて7番オグリキャップ、外から行く9番オグリキャップ、下がなく2番ゴールドシップ、内をついてゴールドシチー、そのうち並んで5番ゴールドシップ、残り 1000m を通過、下がなくグラスワンダー、内をついてナイスネイチャー。アイレス風神先頭を進みますが、これは正解でしょうか。アイレス風神彼女の客室には合っていますね。大欅を越え4コーナーへ、2番ゴールドシップ、ここで抜け出した。勝負は最後の直線に持ち込まれた7番オグリキャップ、花を進む。さあ外から先頭を伺うのは2番ゴールドシップ、最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのは7番オグリキャップ、400を切りました。7番オグリキャップ、足色は衰えない。7番オグリキャップ、リードは1馬身、200を通過。2番ゴールドシップ追いすがる、先頭はわずかに。7番オグリキャップ、7番オグリキャップ、今ゴールイン。勝ったのは7番オグリキャップ、タウラス杯の栄冠を見事につかみ取りました。2着には2番ゴールドシップ、3着は、ありがとう。